こんにちは。今日はですね、母の日ということでですね、日頃お会いできないですね、うちの母上ですね、お母さんにですね、ありがとうの感謝の気持ちを込めて、動画を撮りたいと思います。今ですね、結婚して、2002年結婚してもう12年目に、なろうとしているんですが、まあ、結婚期にですね、反対されまして、で、それ以来ですね、会えない。形で今広島と新潟ということで生活をしているわけなんですが、一度だけですね、ちょっとですね、離婚寸前というかですね、我が家でですね、まあ喧嘩になってですね、一回相談というかですね、帰ったことがあった時ですね、ぐらいですね、もうそれが多分2004年だったと思うんですけど、なのでまあ10年ぐらいはですね、会ってないと思うんですが、おかげさまでですね、私の方は、幸せにですね、家族一緒に暮らしております。まあおかげさまで仕事の方もですね、なんとかですね、皆さんに応援していただきまして、2007年に始めました。7年目ですかね。なんとかですね、会社の方も続けております。まあ、いろいろですね、まあ、結婚に関してもですね、まあ、今回自分が独立するってことに関しても、いろいろ反対はあったわけなんですが、まあ、なんとかですね、小さい時、育ててくれたおかげでですね、こうして今があるのかなと思って、感謝しております。ありがとうございます。なかなかお会いできてないので、どんなね、状態かが分かって、健康状態かとかですね、分からないんですけど、元気に暮らしているんではないかと思っております。いつかの機会にですね、またお会いできれば、いいのかなと、思っております。まあ、何もね、よく言いますけど、何もないことはいいことだということで、まあ、遠くからですね、応援しております。またですね、いつか機会があれば、お会いできたいと思ってますが、くれぐれもですね、無理をしないで、健康で、長生きをしていただければと思っております。母の日ということで、特に何もですね、プレゼントなど、お送りできませんが、今回動画という形で、メッセージを送らせていただきました。これからもですね、元気で、よろしく、頑張ってください。はい、ということで、母のメッセージでした。はい、皆さんもですね、こんな形でですね、お会いできない方は、動画でメッセージを取ってですね、動画を、そのまま動画でね、メールや、LINE や Facebook などで送っていただいても結構ですし、YouTube で、公開でお伝えしてもいいし、限定公開にして URL をメールやね、LINE などで送ってもいいし、ぜひですね、お会いできない方は今日は母の日です。お母さんに感謝の気持ちを込めてメッセージなど送ってみたらいいんじゃないでしょうか。横田でした。ありがとうございました。バイバイ。はい、ということでですね、こういうプライベートネタの動画なんかも上げていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日もありがとうございました。